はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプさんの SNS からご紹介したいと思います。今は2023年の11月15日です。それでは始めます。まず、こちらの画像です。こちら、トラ親分64%、ロン・デサンティスさん14%、50ポイントリードしているというセロン調査の記事です。次、マイケル・コエンさんの記事です。 マイケル・コーエンさんというのは今回のニューヨークの裁判で財務諸表が水増しされていたということを証言した等のご本人です。ただ、この証言が嘘だったということがバレてしまっておりましてですね、そして嘘だったということを本人も認めております。それを受けて、会員の司法委員会がメリック・ガーランド司法長官に対して、このマイケル・コーエン氏 を操作するようにという依頼をしたというニュースでございます。次。私の偉大な姉、マリアンヌが昨日86歳で亡くなりました。彼女は本当に美しい女性で、背が高くエレガントで、他に類を見ない存在感を放っていました。素晴らしい学生であり、知性があり、米国裁判所を担当する裁判官でもありました。 米国最高裁判所のすぐ下にある第三循環区控訴局、彼女の人生はほとんど問題もなく完璧でしたが、私がボスに立候補することを決めた時に彼女を困惑させました。フェイクニュースやその他の報道は容赦なく彼女を追いかけましたが、彼女は自分を守るのは不適切だと感じていたため、その勢いは止まらなかったのです。 彼女はタフで強かったのですが、2016年から引退までの数年間は苦難を強いられました。人々が何度も私のところに来て、あなたのお姉さんは法廷で最も賢い人でした。と言われたことを私は決して忘れません。私はそれをいつも光栄に思っていましたが、それが何を意味するのか正確に理解していました。彼らは正しかったのです。彼女は素晴らしい裁判官であり、素晴らしい 姉でした。彼女がいなくなって本当に寂しくなるでしょう。次。ニューヨークが人のあやめ事件やその他の暴力犯罪の記録を打ち立て続け、企業が多数に逃げる中、人種差別主義者の AG レティーシャ・ジェームズは法廷の席で一日中ニヤニヤしています。ジョナサン・ターリー法学教授はこう言っています。これはかなりバカバカしい法律です。 これは犠牲者を必要としない法律です。え私以外には誰もいません。誰もお金を失っていません。銀行は文句を言わずお金を稼ぎました。これらの銀行は一銭も損失がなかったのに数億ドルの損害賠償を求めている虎親分嫌いの司法長官がいますが、それはこの憲法違反の法律の一部です。A.G. ジェームズの反応を見ればわかります。 毎朝、その席から、彼女がこれを楽しんでいる、少し楽しみすぎていることが分かりました。と。この法律は、これまでこの目的で使用されたことはありません。それは憲法違反であり、非常に不公平です。ニューヨークに企業が来ることはなく、去り続けるだけです。この事件全体は DC から不正に捜査されています。それは不代で妨害です。私たちの国は壊れ、腐敗しています。 次。アンケラさんのこのポストをリツイートしています。虎親分の家族は何も悪いことはしていません。不大で妨害です。というものです。そしてもう一つ記事を紹介したいと思います。この間、イバンカさんが法廷に呼ばれました。そしてその後、チュニアが呼ばれております。タイトル、ニューヨークポストが伝えてます。 トラ裁判のライブ最新情報、熱心すぎるレティシア・ジェームズ司法長官は、ニューヨークのビジネスをすべて破壊したいと考えている、第一弁護側証人として証言したドン・ジュニアが激怒というタイトルになっています。出典の様子ですね。トラ親分のトラ・ジュニアは月曜日、マンハッタン最高裁判所に戻ってきました。彼と元大統領の父親、 弟エリック、そしてトランプオーガニゼーションに対する2億5000万ドル詐欺事件で弁護側が最初に召喚した証人となりました。とキャプションがついています。それにしてもこんなデタラメなことをね、大真面目にやっているアメリカっていう国は一体何なんだろうと思います。 そして、この写真、キャプションを読みたいと思います。11月13日月曜日、ニューヨーク州最高裁判所で、トラオーガニゼーションに対する民事詐欺裁判での弁護側証言を前に、弁護士のクリストファー・オーセ氏、左側、アリーナ・ハバシ、右端とともに、法廷に座るトラ・ジュニアというキャプションがついています。はい、そしてこちらの写真は、 月曜日、ドン・ジュニアの証言に先立ち、書記官とともに法廷に立つアーサー・エンゴロン判事とあります。この右側の男性ですね。品性の欠片もないこの表情なんですが、彼は先日、ご自身の出身大学の SNS に、ご自身の前半身裸の写真をね、アップして問題になっていました。 私はその写真を見ましたが、ちょっとね、かなり気持ちの悪いものでございました。そんな人がこういう場で前大統領を裁くという冗談としか思えないことが真面目に進んでいるという、なんともなーな状況でございます。それではまたありがとうございました。